杖杖は体を支え、歩行の助けとするために用いられる、細長くまっすぐな手で持つのに適した道具。長くて自分の足の長さ程度のもので、木製、竹製である場合が多い。稀に造毛や金属で作られることもある。杖は、権威の象徴とされたほか、蛇や獣を追い払う道具さらに武器としても使われた。また、白杖は、 視覚障害者の安全の確保のためにも用いられる。杖の歴史は古く文字で記録されるより前から存在した道具である。古来、足腰が弱った人や巡礼など長距離の歩行に用いられた。古代エジプト、古代ギリシャ、古代ローマの神々の絵には様々な杖が描かれている。また、杖はご神木から加工したり、神の装飾を施すなど神聖視されたほか、 権威の象徴でもあった。1924年のイギリスヨーロッパでは、杖の文化が発達し、権威の象徴として、体幹式などの国家的儀式に使用されるほか日常、生活にも定着している。なお、英語におけるワンドは、魔術などとの関わりで、伝説や物語に登場することが多いが、元来は農具だったと言われる。古いタロットカードの図柄に、逆月、硬 剣と並んで杖がモチーフとして使われているが、それぞれに聖職者、商人、騎士、農夫を意味している。杖は農夫の道具で、これで畑の土を掘り起こしていた。この杖、ワンドと呼ぶものは、現在のトランプではクラブにとって変わられた。日本では明治から大正時代にステッキが大流行した。昭和初期には若者がステッキを携帯することもあった。 しかし、戦時期になり、ステッキを持つ人は激減し、戦後の高度経済成長期には合理性や利便性が重視され、ステッキはもっぱら実用目的のものと見られるようになった。国賓や皇族などを外国から招いた時に、儀状態の越兵などが行われるが、部隊を統率する士官が象徴的な杖を手にして統率する。名スと言われるが、 これも短い象徴的な装飾のある杖の一種で、中世のヨーロッパでは、君主や宗教的な指導者が、その権威の象徴として、手にしたこともある。また、古代ローマ以来の伝統として、軍司令官に授与される厳水杖も存在するが、これは、一般的な杖よりさらに短いバトンである。この杖の現代における後ろ身の一つは、オーケストラの指揮者のタクトである。 仏教における杖修行像や、修験者が持つ杖を釈上という。また、四国八十八箇所などの巡礼の遍路が持つ杖を、混合杖、または遍路杖という。杖は、外場の意味に加え具法大師の身代わりとの意味も持つという。札所には、険しい山中にある寺もあるので実用的な、登山用としての杖の機能も果たす。また、山岳信仰のある地域では、 八角柱の杖が販売されている。乗り倉だけなどでは、土産物などとしても販売されている。キリスト教における杖彩服を乾燥した状態のブルガリア正教会の主教。ミトラをかぶり、剣杖を持っている。キリスト教においては、好位聖職者がそのくらいを象徴する杖を用いる。訳語の違いのみならず、形状もそれぞれ異なる。 ハリー・ポッターの本とエルダー・ワンドのレプリカ魔女や魔法使いに特有の魔法の呪文に対してより効力を持たせるための小道具として魔法の杖が登場することが多い。ただしその大半はフィクション的な脚色が少なくない。各種のファンタジー作品においては魔法使いを象徴する道具の一つとして用いられることが多い。コンピュータゲームや テーブルトーク RPG などで複数の種類が登場する際には形状や大きさによってワンド、ロッド、スタッフなどに分類される場合もある。また、魔法少女を題材とする作品においては変身する際の魔法の道具の一種としてマジカルステッキが登場する。この場合にはステッキの用例が比較的多いが前述のようにロッドなどの用例も見られる。 モーニングコートや塩ビ服を着用するときは、冷装として、帽子と杖をセットで用いていた。黒炭等の黒系統の棒に、純銀や象下の握りのついたものが正式かつ主流。装飾品として、望遠鏡のついたものなど手作りを活かした個性的なものが数多く存在した。より安定性が増す四点杖老人などが持つ、歩行杖のほか、 視覚障害者などが使用する白杖、医療用の松葉杖なども杖の一種である。最近は折りたためるものも出ている。なお、設置点の数を複数にした3点杖や4点杖も、ある。杖に、肘当てがついた杖もある。特摩と呼ばれる T 字型の杖を、ドッコと呼ばれるちょいこの下に入れ、荷物を運ぶポーターが休憩している。様子近代の登山ではピッケルを杖代わりに使用する。 現代では主に伸縮機能のあるストックが使用されている。ケ登ト山用のストックはトレッキングポールと呼ばれる。荷運びをする牧家、ポーターらは T 字型の杖を使用し、休憩時に背負った荷物の重量を逃すために、ちょいこの下に置く。山岳信仰での杖は仏教における杖を参照。スイングジャグリングの道具として、木製、金属製、 プラスチック製の杖が用いられる場合がある。暗闇での演出効果を高めるため、杖に照明が施されることもある。この種の技芸は、スタッフトワリングと呼ばれる。杖はマジシャンが技術を演じる際において、カードやコイン、ハンカチと並び、ポピュラーな道具として知られている。蒸気項目、魔女、魔術的な仕様にあるように、古来より魔法使いを表現する際には、 大抵の場合において、杖が用いられるため、期日の神秘性を演出するアイテムとして使用されることもある。また、この場合、杖は専門用語で、敬遠と呼称される。なお、短いタイプになると、温度と呼称される場合もある。また、ステッキでも間違いではないが、この場合は期日に使用するもの以外の杖も含まれる、ため、舞台上において、 期日の観覧客に対して経営にや温度を指す際の故障としてしか使われることはない。バネ仕掛けで突然手のひらに現れたように見せるアピーリング経営アピーリング経営などが発明された。マジシャンの魔力の象徴として、その葬儀の際にはマジシャンが使用していた杖を折るブロークンワンドセレモニーが行われることがある。歯が飛び出す杖棒は武術において重要なものであり、 杖を用いた、護身術、武術も編み出されている。杖そのものに寸鉄を帯びることがなくとも、打撃と突きが可能であることから、有効な攻撃手段としてなり得ることが、立証されている。古代、杖罪と呼ばれる罪人を打つ刑罰や、拷問に用いる棒のことも、杖と称していたと言った。律令の規定では、長さは三尺五寸イコール約一メートルと、定められていた。 罪人を杖で打つ拷問は、行部省の役人の立ち合いのもと、背中15回、尻部15回を打つもので、罪を自白しない場合は次の拷問まで初会場の間隔を置き、合計200回以下とする条件で行っていた。奈良時代に、立花奈良マロの乱で、謀反に加担していた、同窓王、木文王、大友麻呂。 尾野あずまなどが長時間の拷問の末、絶命したのは有名だが、他にも、上和の辺、大天門の辺などの政変でも容疑者を杖で打ち続ける拷問があったと言われる。杖の機能以外の機能を持った杖のことである。バイオリン、望遠鏡、ウィスキーのボトルとグラスなど様々なものがある。英語では、システムケーンガジェットケーンと呼ばれる。日本では、 皇太子時代の昭和天皇が杖に仕込まれた散弾銃によって狙撃された虎ノ門事件が有名である。細いフラスコを仕込んだ杖や腰掛けになる杖、望遠鏡を仕込んだ杖、傘を仕込んだ杖、カメラ用一脚や三脚になるトレッキングポールは現在も生産されている。キャサリン大工の著書研究利用者、フロムガンツーガジェットには過去に生産されていたカメラを仕込んだ杖、 カメラ用三脚を仕込んだ杖、ハンガーになる杖、化粧用コンパクト日よけ用ファンなどを仕込んだ、女性用の杖、ハーモニカリコーダーなどの楽器を仕込んだ杖、サイコロ、水鉄砲など遊具を仕込んだ杖、地図、新聞を巻き込んだ杖など、様々な気候の杖が掲載されている。ありがとうございます。